横須賀学院小学校、中学校、高等学校は神奈川県横須賀市稲岡町に所在し小中高一貫教育を提供する私立小学校、中学校、高等学校。高等学校では小学校または中学校から入学した内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒との間では3年間別クラスに なる併設型中高一貫校。略称は、スカ学部、学院。一部では、スカ学とも称される。1947年、旧海軍工期学校跡地に、小坂岩城、松尾幹蔵らが、横須賀市に、学校法人青山学院横須賀文校とその、専門部を設立。翌年に、第二高等部も設立される。 青山学院渋谷キャンパスの復興のため、横須賀文校の維持が困難となり、閉鎖の危機に追い込まれるが、地元のキリスト教会関係者により1950年4月、新たに横須賀学院中学校、高等学校として開校。9月には横須賀学院小学校が開校。以来、小中高一貫教育によるプロテスタント系、キリスト教主義の教育を行っている。 三浦半島では唯一のミッションスクールであり、進む学校として力を入れている。2009年、60年ぶりに学校法人青山学院と教育提携協定を締結、青山学院大学への推薦入学制度がある。2010年には創立60周年を迎えた。校内には現在も海軍後期学校時代を忍ばせる建物が残されている。 二号館は海軍後期学校時代に建設された戦時建築物であり、また校内の石碑にはこの場所が旧海軍施設であったことの説明が残されている。三笠公園を挟んで東京湾に面している。三笠公園につながる学校前の海風の道は海をイメージしたデザインであり、様々な水のアートが飾られ緑にあふれた通学路となっている。また、 神奈川市下大学、神奈川市下大学短期大学部とも隣接しており、文教地区を形成している。敷地面積は約4万平方メートル。敷地内には以下の施設がある。特に武道系のクラブは盛んである。柔道部は全国大会に多く出場する競合校である。また自転車競技部は全国優勝をしている。ありがとうございます。